皆様こんばんにゃということでね、多分この、自然発生的に生まれたこの、つかみの言葉を言うのもおそらく数回かなと、もう最後かもしれませんね。もう一通りね、あの FLO の中でね、すごい変な表現だけど、就活って言葉ありますね。いろんな就活ありますね。新卒見込みの方がなさる就活もあれば、旅立つ、これ笑っちゃいけないね、旅立つ人いますよ。みんなそうなんだ、あの始まりがあれば終わりがあるように、出会いがあればまた別れもあるのですというね、とある哲学者の言葉というのは、ときめきメモリアルの有名なセリフなんですがね、それはいいんですが、就活終わりに向けた活動をやっておりますよ。で、具体的にはね、私がこのゲームの中でやりたかったこと、やれること、やりたいことの中でもやれることやれないことというのはみんなあって、やれることを全部やり尽くそうと、やれるもしくはやれるかもしれないことですかね、やりたいこと、をもうものすごい勢いでね、やりまして、それを集中的に動画撮りまして、でも全部ね、実はもう上げ終えてるんですね。でこれをいつも言ってるんだけど、個人チャンネルなんでね、そんなにそうこうね、雨なんかに、例えますと非常に分かりやすいかと思うんですが、水っていうのがね、水資源っていうのは、これは限りがあると。でだからといって集中豪雨だの台風だの来てしまうと、これはね災害を招きかねないということで、要はうまく調整、なくなっても困る、渇水、水不足で、降りすぎると今度は大雨で洪水になっちゃうということなんで、程よい、水の量をこう出しすぎないといけないですね。というところで、言っちゃえばダム的にね、コンテンツをこう溜め込んで、言ってみればこのサービス終了っていうのは、言ってみれば集中豪雨、超絶大型台風が来たわけですよ。うちの YouTube チャンネルってのは4年ぐらいやってるわけなんだけど、どっちかというと渇水のことが多いですね。個人チャンネルなんでそんなにネタはないっていうところにね、ある意味こう天から降ってはいたっていうかね、いきなりサービス終了というのは本当皆さん想定外だと思うんだけど、予感させるものはあったんで、だからこそね、実際の発表の数週間前から私は繰り返しね、そろそろかな、そろそろかな、でも来てほしくないなっていうようなことでね、立て続けに、引退続出動画っていうのを上げて、これおかげさまでね、4桁近いアクセス、900とかのアクセスいただいております。非常にね、評価も高いと、9割ぐらいいいねいただいて、ほとんどいいねのみですねっていうところでございます。これ、あえてネタバレしますけどね、一発目上げた時はね、割とね評価は厳しかったんですよ。それでも半分以上はいいねいただいてるんだけど、私も別になんかふざけてね語ってないんでね、もう本当に誠実に自分がね、もしくは私の周りの友達が一生懸命ね、私なんか2年近くやってきたゲームがいよいよこれ危ないぞってことなんで、これはやはり情報共有した方がいいだろうということでね、私ニャーとか言ってますけどね、5歳の猫なんで、ニャーと言わざるを得ないんですが、それはさておきね、本当にね、誠意を込めて誠実に、私の持っている限られた能力を使って、丁寧にね、私なりにお伝えしたということで、非常にね、評価も高かったんですが、いよいよね、実際にサービス終了ということになってね、立て続けに動画をもう本当作りまして、1年半やってきたゲームなんでね、やっぱね、これやりたいあれやりたいはやっぱあったわけですよ。でそれが一気にね、もうサービス終了ってなれば、やはりギアも変わってね、要はそれまで貯めたゲーム内通貨とかが、1ヶ月後には電子の海に消えるってことが確定したわけですよ。危ないな、怪しいなってなったんだけど、いよいよね、具体的な日時っていうのを提示された時点で、もうじゃあギア変えましょうというところでね、今後も一応動画の方十数本かな、もう毎日毎日ね、今年に上がっていく予定でございます。どうかね、ご覧いただきたいということなんですがね、今回のテーマ、そのようなね、いよいよサービス終了というのを受けてね、我々じゃあもうコンテンツが追加されることもないでしょうと。それはそうですよ。サービス終了するものに対して新たに投資するっていうのは普通に考えてないですということなんで、それでも楽しみたい、どうしようか、じゃあ自分たちでもこのね、運営さんが作ってくれた、唯一無二と言ってもいいかもしれない架空世界の中で、自らイベント作っちゃえばいいじゃないということで来ました。花火実況ね、正式予告。こちらね、お友達さんの中でもね、とりわけ、日頃から一緒に遊ぶだの、
コラボを出演なさるだの、という方にね、何人かの方をお声掛けしてね、こういうのを考えてるんですが、どうでしょうかと、何かいいアイデアありませんかっていうのでね、まあ相談するとこから始まって、最終的にはね、今時点で20数名かな、反応ありますね。まあ、人によってはね、参加できるかできないかわからないというのもあればね、ぜひぜひ行きますというような、非常にね、まあ、心強い、コメントも含めてね、まあ、なんだろうな、このゲームの仕様としてね、そのマックス私入れて4人しか同時参加できないんで、なんかね、他のオープン、なんていうんですか、その不特定の人がね、例えば100人とかが同時に参加できるようなフィールドがあればすごく映えるんだけど、そこはもうこのゲームの仕様なんだよね。私の方としてはそのマックス4人かける、まあ、需要がある限り、部屋が立つ限りはもう花火をやり続けようやないのということで考えておりますがね、どうかね、ご参加いただきたい。で、このご参加っていうのはね、その、花火を打つ方の参加だけでなくね、私は YouTube チャンネルやってますんで、 YouTube ライブの方でもね、どうか積極的に、この間のね神会、こちらもアクセス1000近くいただいてますが、その花火をやってる、ライブで花火をやってる様子をただ見て終わりではなく、ぜひねコメント欄でね、YouTube アカウントさえあればどなたでも参加いただけますんで、みんなでねこう一つのゲームをね、バーチャル空間、架空空間、空想空間でありますがね、それでもその中で、まあ、どこまで楽しめるかというところでね、ぜひ、あ、面白そうだなと思われた方、ご参加いただければと思います。近日ね、実況配信予定でございます。花火大会、新ライフ花火指導と、であとね、お名前の横にね花火師というふうにつけていただけますとね、私今これ一時的にちょっと花火実況の告知のために名前変えちゃってるんだけどね、やはり花火師シアニャンで行くのがいいかなと思ってるんでね、これまた変えますよというところでございます。どうかね、花火実況、花火大会実況配信、どうか、ゲーム内でも、あと YouTube ライブでも、それぞれのね、方のご参加お待ちしております。皆さん、残りいよいよね、もうサービス終了迫っておりますが、良いファンタジーライフみんなで過ごしましょう。